死んでしまうと表情が消えると思うでしょう。でもそうじゃなくて、その人の生前の面影が浮かぶことがあるのよ。ぜひ先生の下でお仕事させていただきたいんです。わざわざ脳幹視の見習いに志願するのかわからないわ。どうして、どうして、なんで死んじゃうの。生き方も人それぞれだけど、死に方も人それぞれ。葬儀という人生の最後のお別れをどう迎えるかは、どう生きてきたかにも関わることなのだ。主人の面影が戻るようにお願いしたいのですが。パパ、ママが悲しいからもう二度と死なないでね。パパのこと大好きだから。綺麗だな。あなたと二人で歩いてきた道にはいっぱいあるんだな、生きてるって。思い出の花がよかったでしょ。色とりどりに揺れてる。この